はい、皆さんこんにちは。ハーレーダビソン東久留米の伊藤誠です。今日もですね、特選中古車情報ということでやっていきたいと思います。はい、で今日ねご紹介するのはねこちらの車両ですね。はい、2017年、XL883L スーパーロー、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、今ね空冷ねスポーツスターっていうのはねもうなくなってしまって全部水冷のスポーツスターになってしまいましたね。なのでかなり貴重なんですよね。でまあね、見たもうあとでもうご紹介するんですけど、もうかなり綺麗ですこれで。この色ね、この色がですねクラッシュドアイスパールとフロステッドティーパールっていうのの2トンになってます。かなり珍しいですこの色は。で距離もねちょっと後で見ていただくんですけど、かなり全然乗ってない、なので結構お買い得で、ちょっとこれ欲しかったんだよなっていうのもついてるので、ちょっとねお楽しみにしていただければと思います。じゃあ早速いきます。ハーレー東久留米では有益な情報を配信中です。お見逃しにならないようにチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい、ではですね気になる距離の方からいきたいと思います。で距離の方が、はい、828キロ。はい、まだまだいけますね。もう全然いけます。はい、ではハンドル周り見ていきたいと思います。まずですね目を引くのがこちらのグリップヒーターですね。当時かなり売れましたねこのグリップヒーターね。はい、見た目もかっこよくって、ちょっとねこう少しテーパーになってるのでもうまっすぐじゃないんですよね。だからすごく握りやすいですこのグリップヒーターで、ちょっとねこれスイッチ入れるとすぐあったかくなるんで。で左側来ますとサインハウスのスマホホルダーですね。でこのね充電器もこれ一緒に持ってってくださいということだったので、これデイトナの充電器がついてて、でそこにこの携帯のねこの充電器ですね、これもそのままついてます。はい、でハンドルの下のところに今 ETC のこのインジケーターがありますよね。ここに位置してますね。そしてこのタンクですね、先ほどちょっとねご紹介した名前長いね、クラッシュだなんとか、あとティーパールドっていうのが、これそれがこれです。2トンになってますよね。でこれよく見るとラメが入ってて、ただの白じゃないんですよね。なので光が当たったりとかするとちょっとキラキラしてね。でガラスコーティングもしてありますので、かなりこれ目立つと思います。この色ってあんまないです。はい、で下の方を来てもらいますと、はい、ですねこちらですね ETC でこれ純正のポーチがついてるんですよ。エマルジョン式のサスペンションになりました。これこの前のサスペンションだとちょっとやっぱりゴツゴツして硬いなって思った方はいたと思うんですけど、結構ねこのサスペンションエマルジョン式になってから調整も結構しやすいですし、自分のお好みの硬さにできるんですよね。これ結構ね大きく変わった点だと思います。はい、で左側の方に回ってきました。でデグナーのサドルバッグが今ここにありますので、これ結構入りますね。で、これがヒートウェアの配線ですね。これもこのままで使えます。でちょっと前に来ると、はい、バッテリーのこの充電のね端子がここに来てますね。これもそのまま使えます。で前の方に来るとちょっと、あこれね木島さんのこの短くしてるんですね。このペグもうちょっと長いんですけど短くしてますね。なので結構倒し込んだりとかするんでしょうね。はい、こちらがついてます。で前の方に来てエンジンガードがついてますね。これも全然立ちこけとかないですね。綺麗です。はい、で前の方に行きました。で ETC のアンテナをこの位置にして、はい、ここですね。で下の方に来るとホイールもこれめちゃくちゃ綺麗ですね。もう本当に新車かなっていうぐらい綺麗です。でこのフェンダーもこれがねラメが入ってて、また光が当たるとね結構これがね目立つんですよね。で左右側の方に来るとエアクリーナー、そしてこれもヒートシールド もう全く傷もないですね。もう新車同然です。で結構ね女性の方にはねいいんじゃないですかねこの車両もね。幅広い方に乗れると思います。若い方もねちょっと通勤とかにも使えるのもいいでしょうし、カスタムしたいなということでカスタムベースでねいろいろカスタムできるし、2台持ちの方もねちょっと これをね通勤とかに使いたいようなんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、結構これ綺麗ですね。いかがでしたでしょうかね。2017年のねスーパーロー見てきたんですけれども、883なので排気量はそんなないです。だけどもねこれ乗りやすいですよかなり。で軽いですしね。で見えないところのカスタムとしましては、MRC 入ってます。ライトクラッチの方が入ってるのと、あと、
先ほど、ね、このタンクの紹介の時にありましたガラスコーティングをされてますので、ね、結構綺麗な状態を保てるんじゃないでしょうかね、はい、あとね気になるおまけも、入れときます。で保証の方は、1年ついてて車検も、2年ありますので安心して乗っていただけるんじゃないでしょうかね。結構これねもう私もこの距離でこれだけの綺麗さを保ててるって結構いいんじゃないでしょうかね。私もなんかちょっと欲しくなっちゃいましたね、はい、先ほどもね申し上げてましたようにねちょっと幅広い方で乗れると思いますのでぜひねもう早いもがちです。東久留米までお問い合わせくださいということで今日も伊藤誠が中古車情報をお送りさせていただきました。またね。